負傷して手当てを受けるアイネアース、傍らには、泣くアスカニオスと彼らを見守る、アプロディテ・アイネアースあるいはアイネアースは、ギリシア神話及びローマ神話に登場する半身の英雄である。ラテン語では、アエネアースと表記される。日本語では、超音記号を省略し、アイネイアス、アイネアス、アエネアスとも呼ばれる。トロヤ王家の人物、アンキーセースと、女神、アプロディーテの息子。トロイアの王、プリアモスの娘、クレウサを妻とし、息子、アスカニオスを設けた。アイネアースは、トロイア戦争における、トロイア側の武将で、トロイア滅亡後、イタリア半島に逃れて、後のローマ建国の祖となったと言われる。古代ローマでは敬虔な人物として知られていた。彼を主人公とした作品に、詩人、ベルギリウスの叙事詩、アエネイスがある。アイネアースは、アンキーセースとアプロディーテの息子である。トロイアの名祖トロースに三人の息子イーロス、アッサラコス、ガニュメデースがおり、そのうちイーロスの孫が、トロイアの王プリアモスである。一方、アイネアースの父アンキーセースは、アッサラコスの孫であり、したがってアイネアースは、トロイア王家の傍系にあたる。アイネアースの母がアプロディーテであることは、イーリアスの中でしばしば述べられ、ヘイシオドスも、新陶器で述べており、古くから知られていた。ホメーロス風賛歌によれば、ゼウスはアフロディーテが神々を人間と結びつけているのを見て、アプロディーテが自慢したりしないように、アンキーセースへの恋を吹き込んだのでアイネアースを身ごもったという。アイネアースの名の由来はこの時アンキーセースがアプロディーテの正体を知って大いに恐れたことによる。アイネアースは生まれると5年間ニウムペイに育てられた後アンキーセースのところに連れてこられ、その後姉ヒッポダメイヤとその夫アルカトースのところで育てられた。成長したアイネアースは常に神を敬う人物だったので多くの神々の援助を得た。アキレウスがイーデー山を攻撃した時アイネアースはミュルソーネスに逃げた。アキレウスはさらにミュルソーネスを滅ぼしたが、ゼウスは彼を逃がし、以降トロイア戦争に参加した。トロイア戦争ではヘクトールに次ぐ武勇を歌われた。トロイアを炎上させ脱出するアイネアース木馬の計略によって、トロイアが陥落した際、アイネアースは父、アンキーセースを背負い、幼いアスカニオスの手を引いて燃える都から脱出した。トロイアの船団は、デーロス島で祖先の地を目指せとの託戦を得て、はじめはトロイアの始祖テウクロスの北と言われる、クレータ島に上陸した。しかしクレータではなく同じく、トロイアの祖先、ダルダノスが住んでいたとされる、イタリア半島が目指すべき場所であることを知り、改めて海に出た。アエネアースは、メッシーナ海峡を避けシシリア島を時計回りに、迂回するコースを取り、イタリアを目指したが、途中寄港したドレパヌムで父、アンキーセースが病死した。その後女神ユーノーが起こした嵐のためにコースを大きく、外れるが、ネプトゥーヌスに救われ、北アフリカに漂着する。この地で、アエネアースは、カルターゴの女王ディードと出会い、互いに愛し合うようになる。しかし、これを見たユーピテルがメルクリウスを使わして、トロイアの再興のためにイタリアへ渡る、よう警告する。真意を受け、アエネアースはカルタゴを去り、残されたディードは自殺した。イタリア半島に到着後アエネアースは、クーマイにおいて、ミコシビュラの導きによって冥界に入り、そこで亡き父アンキーセースと再会した。アンキーセースは、アエネアースの子孫が未来のローマの英雄となることを告げた。冥界から戻ったアエネアースは北上し新たなトロイアを築くべき土地であるラティウムに上陸した。この地で現地の王ラティーヌスの娘ラウィーニアと婚約をするが、それまでラウィーニアと婚約していたアルデアの王トゥルヌスはこれに反対しトロイア人とトゥルヌスの率いるルトゥリー人との間で戦いが起こった。アエネイスでは周辺のラティウムの都市もトゥルヌス軍に加わり、ラティヌスも自ら望まぬながらもトロイア人に敵対した。さらにトゥルヌスには、エトルリアの王メーゼンティウスも助勢した。一方、アエネアースは、ラティウム人と敵対していた、アルカデア人を率いるパッランテウムの王、エウアンデルを味方とし、その息子、パッラスが軍勢に加わった。また選手であったメーゼンティウスを追放した、エトルリアの諸都市もアエネアースに助勢した。こうした両者の間で激しい戦いが行われ、パッラスやメーゼンティウスなど多くの将が命を落とした。最終的には、トゥルヌスとアエネアースとの一騎打ちで、アエネアースがトゥルヌスを殺し、戦いは終わった。アエネアースは、ラウィーニアと結婚し、新市、ラウィニウムを築いた。アエネイスの影響でこの伝承が一般的となっているが、ティトゥス・リウィウスによると細部が異なる。アエネアースは、ラティウム到着後、ラティーノスからラウィーニアを妻としてもらい、同盟を結んでいる。これを不服としたトゥルヌスが、アエネアースとラティーヌスに戦いを挑むが、この戦いは、トロイア法が勝利する。しかし勝利した、アエネアース側も、ラティーヌスをこの戦いで失った。敗れたトゥルヌスは、メーゼンティウスの率いる、エトルリア人の助けを得、再び、トロイア人とラティウム人に戦いを挑む。この戦いでも再びアエネアース側が勝利したが、アエネアース自身は戦死したとしている。他方、オイディウスの伝えるところによれば、アエネアースはその式に臨んでウェイヌスによって身を清められて神となったとされる。紀元前4世紀頃からローマ人の間でアエネアースの伝承が普及したと考えられている。しかし、その伝承を壮大な叙事詩に歌い構成に大きな影響を与えたのは、ウェルギリウスのアエネイスである。詩人たちのパトロンであり、アウグストゥスの友人でもあったガイウス・マエケナスは、詩人たちにアウグストゥスを称えた詩を作るよう要請していた。ウェルギリウスはこれに応え、アウグストゥスが属したユリウス氏族が祖先と主張するアイネアースを長編の詩に歌うことによって、アイネアース伝承を豊かにし、ユリウス氏族の使命を神秘化することによって、アウグストゥスによる元首制を堅固なものにすることに寄与した。ちなみに伝承では、アエネアースの長男アスカニウスは、父と新しい母と離れ、遠方の土地にアルバロンガを築いた。後にこの都市は、義母と父との間に生まれた異母兄弟のシルーユスに譲られ、シルーユスの遠い子孫であるロームルスとレムスの双子の兄弟がローマを建国することになる。つまりラテン人とトロヤ人の血を引く王家に橋を発するわけであるが、これもより古い民族と自民族の関連を望んだ。民族神話の一種であろう。古代ローマにおけるアイネアース神話は、紀元前4世紀にラティーヌス神話をそっくり模倣したものであると考えられている。ラティーヌスはラテン人が毎年アルバーの山でユピテル・ラティアリス神に犠牲を捧げるとき、神話上の父祖たる王を呼ぶとき使った名称である。現にラティーヌスの名が記された紀元前6世紀の文字が記された土器の破片が出土している。また、ローマ西方の海岸のラウィニウムで発掘された墳墓は、ラティーノスに封建されたものと考える研究者もいる。ありがとうございます。